しては、お久しぶりです。またお久しぶりのバリログになってしまいましたけれども、今回は、デリバリのともくんからのご紹介でお名前の方お願いします。はい、徳永豊と申します。よろしくお願いします。はい、豊さんでいいですかね。はい、みんなから豊と呼ばれてます。はい、じゃあ豊さんよろしくお願いします。お願いします。ということでね、本日ここはどこかというと社長室なんですよね。そうですね。そんな風に言うのもおこがましいんですけど社長室ですね。いやいやいや、さっきちょっと入ってきてチラッとしかちょっとまだね会社の中を見させてもらってないんですけど、なんかすごい規模じゃないですか。はい、もう、はい、びっくりですよ。なんか日本に来たのみたいな。あ、そうですね。ちょっと倍にはあんまりないないよね、このオフィスは。職場かもしれないですね。で、何の会社かってね、もう皆さんね、分かんないもんね、まだ。そうですね、誰からも知られてないんで。そう。じゃあ、ゆたかさんにまず自己紹介っていうか、いつバリに来て、どういう経緯で、はい、まあ、この会社を作ったかとか、いろいろ聞いていきたいんですけども、はい、まず、バリ歴は何年ですかね。バリ歴がちょうど10年ですね。うん、あ、10年。はい、ジャストなんですよ。本当今月がうちの10周年で、本当にちょうど10年かいます。10年前来た時にもうあったんですか、会社。10年前来た時は あったっていうか、まあ、作ったっていう。10年前の5月に作ったのが今の会社です。あ、そう。はい。何移住する前からもう作ろうと思って、はい、用意して準備して移住してきたって感じですか。はい、そうですね。だから2013年の12月末とかに来て、うん、で、まあ、14年の頭から会社の設立準備して、はい、で5月から、まあ、設立できて会社スタートしてるって感じですね。すごいね。それは何かきっかけがあったんですか。いやー、きっかけっていうか、もう、まあ、話せばなくなっちゃうんですけど、そうですね、どっから話したらいいんですかね、こういうのって。全部もう日本から遡っちゃった。そう、日本から。あー、日本からで行くと、まあ、普通の理系の大学生で、はい、そこでプログラミング勉強したりとか、はい、まあ、その、まあ、いわゆる IT 界隈のことをいろいろ勉強して、はい、でそこから日本の会社に勤めて普通の新卒社員として、うん、まあ、ウェブサイトの開発とかプロデュースとか、うん、あとはデジタルマーケティングとかそういうことをずっと 4,5 年やってたんですよ。うんうん、はい、でそれをやって会社辞めて、うん、でバリに来て起業したっていうのが流れなんですけど、うん、どこでバリになったんですか。バリになったのは結構後の方で、うんうん、最初はなんていうんですか、日本で普通にサラリーマンやってて、うん、このままじゃまずいと思って、うん、ちっちゃい人間になってしまうと思って、はいはい、いいねいいね。そうですね。それで海外に行ったことなかったんで、うん、一回行ってみようと思って、うん、まあ、旅行で普通にフィリピンとかベトナムとか、はい、そういう発展途上国に回るようになって、うん、まあ、そこでなんかフィリピンに行った時に、なんかストリートチルデンとか、はいはいはい、ゴミ山でゴミ拾って生活してる人とか、うん、やっぱこう日本では見ないそういう光景をこうマニラとかで見ることがあって、うん、それでより一層、うん、やばいと、うん、日本にいたら、うん、なんかしょうもない男で終わってしまうって思って、うん、世界にはこんなになんかこう貧しい人とか恵まれない子がいるのに、うん、自分は日本でなんかこうユーザー数上げろとか売り上げ上げろとかなんかそんなプレッシャーの中で日々ハードワークしてて、はい、まあ、仕事自体は超好きなんで夜中までずっとやってたんですけど、何のためにハードワークしてるのかなとかって思うようになっちゃって、それでやっぱりどうせ一生懸命仕事するんだったら、まあ、そういう生まれながらにこう貧しい人とか恵まれない人とか、まあ、そういう人に貢献できる仕事をとか生き方したいなって思うようになって、うんうん、まあ、それで日本の会社を辞めようって言って辞めたんですよ。すごい、はい、それがいくつの時ですか。それが27、8くらいですね。そんな若い時に、はい、そうですね。すごい、やっぱでも海外旅行って人生を変えるってよく言うけど、はい、本当そうですよね。
いや僕の場合はそうでした ね, やっぱ世界を知ると、はい、いろんなアイディアも浮かんでくるし、はい、そうこのチャンネルはねやっぱこう、はい、世界に若い人が来てほしいっていうか、まあ、バリに日本人今少ないじゃないですか、はい、なんか見ないですよね、そう見ないですよ、そう だけどやっぱ海外に出てほしいなと思ってね、はい、そういうきっかけになったら嬉しいかなと思ってやってるんですけど、そうなんです、ね、でも27歳で 決断して、はい、で いきなり会社を作ろうと思ったんですか。いや最初は就職しようと思ったんですよ。あ、こっちにね、来て。そうです、そうです。うん、あバリじゃなくて、うんうん、要は最初は僕、もうテクノロジーを使って、うん、そういう恵まれない人とか困ってる人を助けるような、そういうソーシャルアントレプレナーシップみたいなことしたいなと思って、うんうんうん、で、アフリカに行ってやるって思います。アフリカ、まあ、すごいな。最後のゴールはもうアフリカの困ってる人を、うんうん、僕のテクノロジーとかビジネスの力で、助けていくっていうのが最後の、まあ、ゴールなんですけど、すごい、そこまで行くのに、うん、まあ、もうちょっと修行が必要、うん、もう少し自分の力がまだまだその海外でこう仕事するとか活躍したりこう、ね、ビジネスコントロールするっていう実力ないなと思ったんで、うん、まあ、それで一回海外で勤めて勉強させていただいて、そこからまた次のアフリカだとかっていうところにつなげていきたいって思ったんですよ。なるほど。で就活してまあ、こんな何にもない僕でも、うん、まあ、案外応募すると、うん、なんか受け付けてくれるんですよね。だから内定みたいのいただいて、うん、まあ、それは本当にマレーシア、クアラルンプールとかシンガポールとか、うん、ジャカルタとか、うん、そういういろんなところで、うん、じゃあもういいよっていう内定っていうふうにいただいて、すごい、ただオンラインの面談1回ですよ。はいはいはい、こんな方に決まるんだと思って、で、うん、でじゃあどこ行こうかなって言って、うん、まあ、クアラルンプールもシンガポールも当時まだ行ったことなかったんで、はいはい、じゃあ一回現場見に行って決めようと思って、うんうん、現場見に行ってその社長さんとかいろんな人話を聞いて、うん、まあ、人生次のステップどうしようかなっていうのを考えていて、うんうん、でもやっぱそういう場所ってもう都会じゃないですか、うん、経営とかそのシンガポールとかって、うん、だから またこれ東京みたいな、ね、そうなんですよ。なんかまた同じようなサラリーマンを英語とかでやることになるのが、これ本当にそんなんで自分ガーンって成長できるのかなってちょっとやっぱりクエスチョンなところがあって、うんうん、まあ、それでたまたまその紹介してくれたトモさんが、はいはい、まあ、彼 の, その同級生が、うん、まあ、今のうち僕 の, まあスポンサーというかエンジェルインベスターみたいな人なんですけど、うんうん、その人が僕 の前職の取引先さん で,、はいはい、で海外に挑戦したいんだったらぜひそのバリに、まあ、トモさんっていう面白い人がいるし、うん、まあ、一回ちょっと遊びに行きましょうよというので、うんうん、まあ、行ってですね、はいはい、ジャカルタに行った後にバリに、まあ、寄っただけなんですよ、うんうん、だから別にバリで起業するとか、うん、仕事するっていうのもイメージせずに、はい、まあ、バリに行ってみて、うん、まあ、そこでこういろんなトモさんも含めいろんな人と話をしながら、うんうん、これこういうなんかこうなんていうんですか、変わった場所変わった場所っていうか僕からすると僕東京育ちなんで、はい、変わった場所なんですよここって、はい、行ったことも来たことも聞いたこともなかったんで、うんうんうん、なんかこういう場所があるんだと思って、うんうん、すげえ外人とかいっぱいいるし、うんうんうん、なんかバリの人がなんかこんなことやって、はい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 、なんか道で歩いてるしなんだここと思いながらまあでもなんかそれがすごい新鮮で面白くって、はいはい、すごいカルチャーも残ってるし、うんうん、なんかこの場所を結構好きになってですね、その瞬間に、うんうんうん、で、まあ、いろんな人と話したらやっぱりここで、うん、ビジネスをやるのも面白いのかなっていうふうに思うようになってですね、うんうん、まあ、それで、まあ、都会でサラリーマンやるぐらいだったら、うん、ここで一回自分の力でビジネスをやってみたら、まあ、自分がこう成長するっていうのを目的に海外に出ようと思ってたんで、うんうん、その成長っていうポイントにおいては、まあ、こういう場所で起業するっていうのが、うん、まあ、一番こう、まあ、ハードじゃないですか、はい、勝手もわからないし、うんうんうん、まあ、そういう意味で、うん、そういう自分の成長にとってはいいのかなっていうのでやってみようっていうそういうノリだったんですよね。そういうことだったんですね。すごいな。でもなんかバリでよかったって今思ってます。 10年間いてみて思ってます思ってます。もう他の国じゃなくて、うん、やっぱバリで良かったなっていう点は
どこですかね。バリで良かったなっていう点は、まあ、最近よくジャカルタとかも行ってるんですよ、うん、あれなんですけど、まず空気綺麗ですよね。そうね、ジャカルタはもう渋滞の渋滞ひどいし、空気汚いし、うん、空は白いし、うん、やっぱり住む場所としては最悪ですよね。そうね、そうね。ストレス。日本と変わんない、あまり。そうなんですよ。あっち行くと具合悪くなる。そうそうそう。みんな言う、なんか、うつになっちゃうとか言って。そうなんですよ。パリはそういう面で、環境は最高ですよね。そうですね。うん、住む場所としてすごくいいし、うん、まあ、やっぱり、こう、都会じゃない良さみたいなのがたくさんあって、うんうん、まあ、ご近所さんがね、うん、友達みたいに優しくしてくれるとか、やっぱりいろんないいところがあるんで、ここで学んだものはすごくたくさんありますし、うんうん、まあ、IT の仕事してるんで、うん、まあ、ビジネス的にも別に IT の仕事って別にどこでもできるじゃないですか、うんうん、そうですよね。だからそこが、まあ、バリだとまだ人件費もまあジャカルタほど高くなかったりするんで、うん、もう今はもうジャカルタでそんなプログラマーとか抱えて IT の仕事するのってかなり難しいんですよ。へー、そうなんだ、うん、やっぱりゴジェクとかいろんなユニコーンスタートアップみたいなのも出てきてるんで、うん、やっぱりこうね、IT 人材っていうのはすごく価値が高いものになっているので、そういったところでバリが良かったんですね。じゃあそうなんですよ。だバリじゃなかったらもう会社は潰れてたかもしれない。すごーい。あー、生き延びれたのバリの場合かもしれない。ともくんにも感謝よね。そうですね。住んでてくれて、ともさんは本当にいろいろ僕の、うん、なんていうんですかね、うん、身の回りの世話じゃないですけど、うん、してくれた。何も分かんないところいろいろ助けてもらったんで、うん、すごい感謝してます。いやでもともくんもあのすごい感謝してましたよ、あのデリバリーのアプリを、ね、あーそうですね、作ってくれて、一緒に作って、そう、あの頃まだともくんはそのアプリを何作ってもらう費用も出せなくて、はいはい、なんかもうやってあげるよみたいな感じだったんでしょ。やってあげるよっていうか、まあ、やりたいって言うんで、じゃあまあうちもそのそういうの作ってたんで、うん、じゃあ一緒にそれ使ってやってみますかっていう感じだったんですよ。すごいよね。ね、もうあれ本当便利。本当ですか。いや私は本当毎回使ってるんで、あ、ありがとうございます。そう、デリバリーのアプリどんどんさバージョンアップしてさ、はい、昔から比べたらすごい使いやすくなって。あ、本当ですか。なんか GoPay 決済とかもできるし、はいはいはい、なんかすごいよね。そうです、ね、あれを作るあの技術者ってことですよね、要は。まあそうですね、僕が作るわけじゃないですけど、プログラマースタッフが、まあ、そういうエンジニアとかがたくさんいるんで、そういうのできる人がいっぱいいるって感じですね。その会社に今日はね、そうですね、会社何の会社かまだ、そう、何の会社か分からず、ここまで13分、すいません皆さん、やっと正解が出ましたみたいな。正解がクイズです。そう、あのいきなりあの子の始まるインタビューでね。すごいっすよね。すごいでしょ。普通はさ、なんか、はい、あの打ち合わせしますよね。こういう流れでこういう話をしましょうとか言って。はい、ここまで何の段取りもなかった取材というか。びっくりでしょ。初めてなんで。新鮮です。それがちょっとバリロク風であったりもするんで、なんか、はいはいはい、ちょっとドッキリ質問とかもあるかもしれませんよ。ちょっと怖いですね。なんで私たちが移住してきた時とすごい被ってるんですよ。あ、そうなんですか。そう、私たちも2013年の8月に来てるんで、はい、ああ、なるほどな。だからめっちゃ近いですね。ね、そうそう、10年いて、その時まだインドネシア語は喋れなかったんですか。いや、そうですね、もう本当来て、でもすぐ1ヶ月だけ、うん、学校、塾みたいなやつにちょっとだけ通って、うん、はいはい、あとはもう実践あるのですよね。すごい。募集してスタッフと話して。この差は何なんだって感じ。この差はやっぱ貧乏で追い込まれてたからじゃないですか。いやいやいや、だって私もね10年いるけど、はい、全くですよ。いやでもそれ頑張らなくてもある程度生きていけるっていう状態があるからじゃないですか。すごいな、本当すごいと思う。だって私たちも10年前来た時に、はい、やっぱ会社を作ろうとかいろいろ考えたんですよ、はい、なんかこっちでなんかできるかなとか、はい、だけどもその都度喋れないからって挫折して。あ、そうなんですね。そうなの、そうなの。だからそのもう来てすぐ企業っていうのが
まず尊敬いやそれをやろうとしたのが尊敬だし、こんな規模でっていうのもびっくりだし、いやそれは別に最初は数人っすよ本当。あ本当、最初なんて5、6人で、うんうん、ちっちゃい家の中でやってたんで、はいはいはい、最初はね、ここの本社ができるまでは、うん、そうですそうですそうです、うんうん、本当にゼロスタートですよ。すごいね、なんか本が書けますね。いやー、書けるように頑張りますこれからね、はい、そうそう、だからともくんがバリログに出た時、あの時コロナのね真っ最中で、はい、でなんか私も暇だったんですよコロナ。あ、そうなんですそう、コロナでなんか何もすることなくなっちゃって、で、はい、バリログ始めて、ですぐねともくん2人目とかで出てくれたんですよ。あ、そうなんですか。そう、確かそうそうそう、あ3人目かな、3人目で出てくれて、はいはいはい、でその時お友達紹介してくださいっつって豊さんの名前出てたんだけど。あ、そうなんですか。そう、でもその時はインタビューさせてくれなかったってあれ僕が断ったんでしたっけ、あれそんなことないと思うんですけど、なんか断られちゃいましたみたいな。そうなんですかね、うん、あの頃はまだあれだったんですかね、まだ、うん、恥ずかしがり屋だった、ね、あ、だったのかな分かんないです、分かんないです。でも今回は、なんか自らね、はい、そうそうそうなんです、あのインタビューしてくださいみたいな、ありがとうございます、ちょっと申し出を受けまして、もうめちゃめちゃ嬉しくて、そんなのは初めてですよ私、いつも紹介かお願いしてインタビューしてもらうんで、はい、出たいですとか言われて、もうめちゃめちゃ嬉しかったです、みんな出たいんじゃないですか、だって結構有名じゃないですか。金ちゃんは出たいって言ってくれたかな、一人、そうですね。いやでもなんかみんな恥ずかしいから、やっぱりまあ俺もめっちゃ恥ずかしいっすよで今、37歳ぐらいですか。じゃあ38ですね。8、はい、すごい。結婚はされてるんですか。結婚してないです。あ、してない、してないです。あ、皆さんチャンスです。チャンス、なんだチャンス。いや、バリ島で起業してる大社長とね。そうですね、全く持ってないんで。婚活はしないんですか。どうやってすればいいんですか、こんな場所で。したいですか、まずまあ、婚活したいっていうか、まあそういう結婚とかできるんだったら興味はあるんですけど、ただもう完全になるクレイジーワーカーなんで僕。でもなんか普通の生活じゃないんで。どんな感じですか、一日。いや、一日っていうか、まずこの、まあ、オフィスあるじゃないですか、うんうん、このオフィスの脇に、まあ後で見てもらえればと思うんですけど、うんうん、その脇に住んでるんで、うんうん、徒歩30秒のところにまず。めっちゃ便利便利なんです。同時に建てたんですか。そうですそうです。それはそれが便利すぎるんで、うんうんうん、本当にもう朝起きてすぐ仕事して、うん、夜寝るまで仕事して、うん、まあ寝に帰るみたいな感じなんで。すごい、はい、すごいね。バリでそんな生活してる人あんまりいなくないですか。いや、バリでか、普通に夜11時とか12時まで仕事してるって。いや、いない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 しいや、初めてですよ、そんな人。ああ、なんかバリは、はい、なんかぐうたらする島なんで。そうです、時間をこうのんびりこう、そう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 、楽しむ場所じゃないですか。そうそうそう、すごいバリバリしちゃってんですね。このオフィスの中にずっと閉じこもってガリガリのパソコンでやってるんで本当にそういう出会いとか。じゃあ出会いないね、本当。ないっすよ出会い。あ、でもほら社員の方いっぱいいるじゃないですか。いや、社員はやっぱさすがにちょっとさすがにそこ行っちゃもうアウトアウトだって自分の中でなんかこう一応ルールがあるんで。そうなんだ。そこはダメですね。でもあれですね、あのオフィスの横に家あるってことは、はい、奥さんになる人もすごいあのいいですよね。いや、よくないんじゃないですか。いいんじゃないですか。なんか何がいいんですか。すぐ隣にいるしみたいな。いやー、もうもしそういう奥さんとかで彼女とかできるんだったら、うん、絶対その他ですよ。あ、そうなの。はい、僕はここで寝るけど、うん、土日だけそういう通い妻ってか、はい、通い妻ってか通い夫っすよね。通い夫そういう風なのが、まあ、理想というか。こんなこと言ったら絶対誰も結婚してない。いる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 、絶対いる絶対いる絶対いる。その方がいい子もいるから。へー、うん、いや、そういう方がいいんですよ僕は。いや、私もプライベートな時間欲しい人だから、はい、そういう人が理想ですよ。うん、なんか新鮮だし、はい、うん、いいですよね。そう、だからそういうのがいいんですけど、うん、絶対すぐ見つかると思う。本当ですか。うん、ずっと見つかってないですけど。いや、見つかる見つかる。私だっていっぱい独り身でバリ来たい女の子いっぱいいる
で、あの周りに、はいはいはい、選び放題ですよ。選び放題ですそんな、そんなあの別にモテるわけでも偉そうに選ばれるわけじゃないですよ。だし仕事できるし、はい、ね、社長だし、え、断る理由がないじゃないですか。そんなことないです、そんなことないです、まあまあ、そんな話をしに来たんじゃないんだよね、今日。ちょっとここ切ってもらうと非常に、いやいや、切らないよ、ここはすごい募集が、こんなこの話で伸びると思ってなかったんですけどいやでも気になるじゃないですか、見てる方はね。全然隠したり何もないんで、ねえ、はあ、気になるわ。え、ずっといないってこと？10年10年の中で1回だけありましたね。あ、付き合ったことはね。とは、うん、はあ、そうか。そうなんですよ、皆さんチャンスですよということでお願いします。まあ、ね、プライベートのことはこの辺にして、はい、お願いします。はい、で今何、社員さんはどのぐらいいらっしゃるんですか、会社。社員は、あ、会社名をまず。会社名は、うん、タイムドアっていう会社なんですけれども、うんうんうん、その中で、うん、あの、まあ、いわゆるシステム開発、ウェブサイトとかアプリとかを開発する事業と、うん、はい、あとその IT 教育事業っていって、うん、子どもにそういうプログラミングとかデジタルデザインとか、うん、そういうのを教える教育事業と、うん、あと最近はなんていうんですか、ヘルペカーみたいな、その日本語をそのインドネシアの人に教えて、はい、まあ、それで日本で働いてもらうみたいな。あ、まあ、それの、まあ、結構僕がやりたいのはその IT 版、はいはいはい、IT の人に日本語を教えて日本で働いてもらうみたいな、うん、そういう、まあ、テクノロジーと教育と人材みたいな、うん、ね、それをキーワードにしてビジネスをやってる会社なんです。はい、でそこで働いてるメンバーは何人ですかね、150、60人、もうちょっといくかもしれない。すごい、はい、もう隣がね、今この社長室の隣がオフィスになってたけど、すごいですよ、後でお見せしますけどなんかびっくりする、え、こんなのがバリやんのみたいな。いっぱい言いますよね、なんか大変なんですよ、いっぱいいるから。そう、私のね、あのお友達のあの息子さんもここで お教室通ってて、はい、あの、はい、プログラミングの、はい、うん、なんか、え、それはどんなお教室なんですか、こう何をこうゲームを作るとか、なんかあるんですか、なんか。そうですね、そこはあの5歳から、うん、まあ、20歳ぐらいの人までやってるんで、幅広い、幅広いんですよ、幅広い、はい、でも5歳児とかは本当にあのもうタイピングとかから、はいはいはい、あの教えないといけないので、うんうん、それこそこうやってやって、こう指でやってるのをちゃんとやれるようにとか、マウス操作とか、はい、まあ、そこからちょっとずつプログラミングロジックとか教えるんですけど、うんうん、小学生ぐらいになると本当に自分であのゲームをガンガン作ったりとか、ウェブサイトとかアプリを作るようになっていくっていう。すごい、え、小学校で？小学校で全然作れますよ。へえ、はい、ちょっとうちの子も通わせたいですね。何歳なんですか？もう11歳ですよ。ああ、じゃあもう11歳ぐらいの人がもう本当にボリュームゾーンです、そこは。へえ、そうなんだ。すごい、はい、その辺の年齢の子が入ってきてくれて。だってさ、絶対役立つよね、将来。そうですね。ねえ、まあ、そこは間違いないと思ってるんで、別に僕はプログラマーにみんななってほしいわけじゃないですよ、うんうんうん、でも、まあ、この今の世の中ってどんなビジネスあるにもやっぱりテクノロジー、絶対必要、うん、絶対必要、うん、だからそういうのが分かる子供たちを育てたいなっていうのがやっぱり思いとしてあるんで、うん、すごい。え、それはお月謝制なんですか？月謝制ですね。どのくらいでレッスンできるんですか、はい、月40、50万ルピアなんで、日本にするとまあ4、5000円ぐらい。ちょっと安すぎないですか？安いです。まあでもローカルのインドネシアの方向けなんで。あ、そっかそっか、はい、ほとんどの9割5分の生徒はインドネシアの方ですし。あ、そういうことね、はい、やっぱりそういう人たちが通えないものを作っちゃうと、うん、そうね、サブジュタとかだから無理だもんね。やってるのかよく分からなくなっちゃうじゃないですか。そっかそっか、そこはあくまで社会のためにやってることなので、うん、まあ一応ある程度中間層以降の方が、うんうん、通えるような値段にしたいなっていうのでやってます。すごい、もう、はい、すぐ通いたいいや、これ見てね、多分在住者の方とかも入れたいと思うと思う。ぜひ、ね、なんか日本語では教えられないんですけど、英語とかインドネシア語とか教えられるんで、はい、大丈夫だよね、そこら辺もね、はい、住んでる子だったらね、うん、すごいな。なんか今もうバリ島に留学したい子もいっぱいいるんですよ。あ、日本からですか？そうです、そうです、あの
なんか日本の小学校が合わなくてとか、不登校でとか、はい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 、たくさん私のところに毎日のようにお問い合わせが来てて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんでお前さんとこ来るんですか。いや、このバリロクのおかげですよ。バリロクのおかげでそう、バリロクのおかげでそんな効果があるんですか。いや、なんかバリロクってやっぱ在住者の人にインタビューすることから始まったチャンネルで、はい、でこうどうやって住んでるかとかいろいろインタビューしてて、うん、はい、やっぱ住みたいな、将来行ってみたいなっていう人が見てくれてて、うん、その中でやっぱりこう子供がいる方とか、はい、なんか日本って結構、まあ、窮屈じゃないですか、うん、なんかいろいろちょっと行きづらいですよね。そう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 、そうそうそう、精神的にね、なんか、はいはい、やっぱちゃんとしてないといけないとか、うんうんうん、失敗できないとか、はい、なんかやっぱ窮屈なんだよね。で子供ものびのびこう子供らしくなんか生きれないっていうか、そういう社会になっちゃってて、はい、でなんかそういうお母さんたちがちょっとあバリで育てたいなっていう方もいっぱいいるんですよ。だから毎日のように、毎日のように、いや毎日です、すごいですね、毎日です本当で、そう無料相談してて、はい、なんかもうどの学校に入れますかねみたいなところでいろいろこうね、そうだから塾とかも教えてあげたいなと思って、はいはいはい、今日すごい、はい、いい情報をね皆さんにお届けできるなと思って、よかったっすね、そう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 、あ、そうだったんですね、そうなのそうなの、だからなんかほら勘がいい子はさ学校に行かなくなるじゃないですか、そうですね、で学校に行かないってことは家でやっぱこうね、うん、あのそういうパソコンやったりして、うんうんうん、なんか私はそっちを伸ばした方がなんか学校の授業よりよっぽどいいんじゃないかなとか思っちゃってそう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 、はいはいはい、そうですよね、うん、ゆうとかさんはどのぐらいから学んできたんですか、ちっちゃい頃からとか、あ、そういうプログラミングみたいな、そうそうそう、いや僕はその大学からなんですよね、大学がまあ理系で情報工学科だったんで、そこで初めてプログラミングに、触れる機会があったんですけど、うんうん、それが、まあ、この授業を始めるきっかけが、その部分で、うん、やっぱり日本でギガスクール構想っていうのが2019年ぐらいから始まって、うんうん、あの子供に、小学生に全員にタブレットとかパソコン配って、はいはいはい、まあ、それで本当に小学校からプログラミングとか、うん、まあ、そのテクノロジー使っていろんなことを勉強するっていうのが始まったんですけど、うん、それがやっぱ自分の中でこうニュースで見てて、うん、自分が大学生になって初めて勉強したことが、うん、今の小学生はもうその全員、うん、理系とか文系とか関係なく全員勉強するものになったっていうのが必須みたいな、はい、ちょっとなんか新鮮でショックで、うんうんうん、それでじゃあインドネシアって僕が住んでる国ってどうなんだろうってちょっと考えるじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱり、まあ、いろんな人に聞いてもほとんどそういう IT 教育みたいなのは、うんうん、小中学校生はなくて、うんうん、でも絶対ね、これからの世の中考えたら、うん、テクノロジーのこと学ばないで大人になるってもうリスクしかないので、本当に、はい、うん、それはちょっとかわいそうだなって思いまして、うん、そこからあのボランティアで本当に家の近所の子を呼んで、うん、ちょっと教えてみようってんで、うちのそういうエンジニアの子とかを日曜日に借り出して、うん、はいはい、それで無料で最初近所の子を教えるみたいなことから始めたんですよ、あ、そうなのね、そうですそうです、そしたらあれよあれよという間に、あれよあれよと、今生徒数はどのくらいいるんですか。今5000人ぐらいですね。5000人ちょっと、はい、びっくりする数なんだけど、そうですね、増えましたね、はい、5000、え、教室はどこに、ここだけですか、他にもいっぱいある、教室いっぱいあるんですよ、まあ、だからなるほど、本当にインドネシアの中で20個以上教室があって、うん、すごい、あと他の国、マレーシアとかフィリピンとか、うん、あとエジプト、ちょっと変わったところでエジプトとかでも教室やってるんで、すごいじゃない、まあ、全世界で40個ぐらいやってます、はあ、すごい、もう大社長じゃないですか、いや全然死にそうですよ毎日いやすごい、5000人だってすごい ね、じゃあもう最初のさ夢はもう叶っちゃいましたね、なんかいやまだ夢仲間なんですけど、でなんかもうすごい社会貢献じゃないですか、それだけ、そうですね、ね、でも本当にそれは、まあ、まだまだなんですけど、でもちょっとでもやっぱりそういうね、うん、教育ってやっぱり人の人生のすごくやっぱベースとなる部分なんで、うん、まあ、そういうところに携われるようなビジネスできてるっていうのは、すごい、まあ、嬉しいことですよね、
はい、これで夢半ばなんですか？そうですね、やっぱり夢ってなんかこう何ですか、アップデートされません、なんか出来事とか、うん、まあまあね、あの、うん、まあ、叶っていくと、うん、もっとこういうことやりたい、ね、もっとこれができるはずだって思うようになって、うんうんうん、やっぱり今はね、まあ、まだまだ5000人とか40個教室があるとかなんですけど、うん、本当にじゃあそれクモンさんみたいなところと比べると、うんうん、クモンってインドネシアだけでも800個もあるんですよ、うん、そうなんだ、すっごいあるんですよ、まあ、確かにあるね、医療どこでもあるじゃないですか、うん、で世界中だと2万5000教室ぐらいあるんですよ、うん、あすごい、だから本当に世界一の、まあ、教室型教育サービスって実は日本のクモンさんなんですよね、あそうなのね、はい、そういうのを見ちゃうと、うん、やっぱり、次の時代にクモになりたいなって思うようになって、いやー、はい、僕らがなれるよ、なれるよなりたいんですよね、うん、やっぱりそうやって、まあ、彼らも別にね、お金持ちのためにこう教えてるっていうよりは、うん、こう本当に地域に根付いて自分の家とかでも田舎でも教えられるような感じじゃないですか、うん、だから僕も今やってるそういう IT 教育を、うん、もっともっとそのお金持ってない人でも、うん、地方の人でも学べるような感じにしていきたいんで、なるほど、うん、そこが今の夢の一つですね、すごいな、はい、更新してるね、夢がどん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 、はい、なるべく大きくなるように、え、将来はどうしてたいんですか、どうしてたい、うん、自分的に は, 自分的には会社的にはさ、はい、どんどんやっぱ大きくなっていくんだろうけど、はい、自分の人生として見たら、なんかこのままバリにいるのか、はい、あと他の国をチャレンジするのかとか、そうですね、まあ自分の人生イコール会社になっちゃってるんで、いややっぱりワーカーホリックだね切り離せないと思うんですけど、はい、私今まで仕事してると思うんですけど、うん、まあ、ちょっと将来の話させていただくと、うん、今そういう子供向けの教室とかやっていて、うん、塾とかやっていて、うんうん、まあこの次のステップとしては大学まで作りたいんですよ、すごい、はい、大学まで、え、もう小中高、あ、小中高、まあ一応塾なんで、塾だからね、僕は学校を経営してるわけじゃないんですけど、うん、その次の展開としては大学作りたいなと思っていて、すごい、やっぱこう子供に教えて、うん、教育ってやっぱこうサービス提供して結果が出るまで、うん、もうめちゃくちゃ時間かかるじゃないですか、うん、もう分かんないみたいな、うん、じゃあ僕が10歳の時にこう子供に教えて、うん、でその10歳の子がどうなったかなんて、うん、10年後15年後にならないと分かんないじゃないですか、うんうん、結果としては、そうね、そうね、うん、だそこはすごく、まあ、長くて難しいなって思ってるんですけど、うんうんうん、でもじゃあそこを無視してなんか月謝取って教えて、はい頑張れよっていうだけじゃなくて、うん、やっぱりじゃあそこで社会に出て羽ばたいていくところまで携わりたいっていうのが思いとしてあって、うんうんうん、そこに対して、まあ、今大学の進学率がインドネシアって 30% ぐらいで、うん、日本と比べるとまあ半分ぐらいなんですよね、うんうんうん、だから大学に行きたくても行けない子とかがたくさんいて、うんうんうん、で行かないとやっぱこういう国って、うん、いい仕事もらえないじゃないですか、うんうんうん、残念ながら、うんうん、まあ、日本だったらもう大学なんてもう行ってもしょうがねえよとかってみんなよく最近 の, インフルエンサーとかみんな言うんですけど、はいはい、この国でそんなこと言ってたら本当になんかまともな仕事に就けない、なんか起業家になるかもう本当に底辺層のフィジカルワーカーになるかしか選択肢がないみたいな、うんうん、そこちょっとあまりにも社会的に厳しいなっていうところで、うんうん、ただやっぱり今授業料とかその大学に入るお金もどんどん上がっちゃってるんで、うん、デモとかにもなっちゃってて、うん、まあ、そういう人が安価で行けて、うん、かつ本当にただなんか覚えて終わりじゃなくて、うん、まあ、うちとかシステム開発の会社とかやってるんで、うん、実際学びながら働いてみろとか、うん、インターンシップみたいに働いてみろっていうのもできますし、そっかそっか、はい、あとは日本語を教えて、じゃあ日本語もできます、英語もできます、プログラミングできますっていう、そういうグローバル IT 人材を育てることができたら、全然日本の会社さんでも今も困ってるんですよ、ね、うん、そういうところに紹介してっていうのもできるんで、うん、そしたら別に紹介料もらえば、うん、生徒からお金もらわなくても成り立つじゃないですか、うん、なんかお金ない人でも大学に行けるみたいな、そういう世の中を作りたいんですよね、
最高じゃないですか。最高です最高ですよ。いやでもお金ないんでちょっとお金ない。お金ください。お金いっぱい、あのこれを見てる人がね、いやちょっと聞いて、あの、はい、バリログに出た、はい、あの神戸真理さんっていうね、あのはいはいはい、いるじゃないですか、すすともくんを紹介してくれた女性、はい、彼女このバリログに結構何回か出てるんですけど、はいはいはい、あの児童館っていうか、なんていうの、保育園みたいなのを作ったんですよ。やられてますね、はい、そう、それでなんかまあ大きくしたいですみたいな感じでこのねバリログで将来の夢を語ってたらね、はい、現れたんですよ。マジっすか、すごいっすね、はい、投資家さんが現れて、もう何十億って話でしょ。すごくないですか。そんな託児所に何十億も。いや別にそう託児所とは限らず、あ、事業の構想にってことです。なんかこう、あのいいですよみたいに言われて、いいですよ、そんな、いやそんな話あるって私も超びっくりしちゃって。すごくないですか。ちょっと額を聞いたらちょっと、はい、引くぐらい。マジですか。いやそんないらないでしょっつって、いや私に1億円ちょうだいとか言って、フィー取った方がいいんじゃないですか。バリログフィーがかかりますみたいな方がいいんじゃないですか。いやでもなんかすごいなと思って、やっぱ夢って言わないと、はいはいはい、あの叶わないんだなと思いましたよその時。まあそうですよ ね昔から私それ言ってんだけど、言った方がいいよっていろんな人に、はい、したらその人はできないかもしれないけど、その人の知り合いの知り合いとかが、うん、やりたいって言ってくれるかもしれないし。いやそうですよね。そうだからね、あのこういうメディアに出るのもすごい夢叶うチャンスっていうか、そうだからどんどん出てほしいんだけどな。いや絶対出た方がいいですね。いや僕も正直そういうのもあって、うん、今回あのずっと僕自分であのビジネスちょっとずつお聞きしてきたんですけど、うんうん、初めてなんか自分の夢でその大学作るとかってなると本当に10億とか、うんね、下手したらもっとかかっちゃうような夢ができちゃったんで、うん、これもう自力でやったら何年かかるねみたいな思いになって、だったらやっぱもういろんな人をこう巻き込んでいって、うん、こう発信させていただいて、うん、まあどうなるかわかんないですけど、でも応援するよとか一緒にやろうよって言ってくれる人が出てくるかもしれないじゃないですか。いる、うん、それどんどんこう恥ずかしがらずにこう発信していこうっていうふうに思うようになってきたんで、うんまあ、それでこういう機会いただいたんです。すごいありがたいです、ね。嬉しい。すごいメディアなんでバリラクさん。出てくれる人がいなくて、な止まっちゃってたからめっちゃ嬉しいと思って、そうでもなんか視聴者さんもなんかまた見たいですとかってずっと言ってくれてて、はい、なんかそうあの DM くれたりするんですよ。なんか最近更新してないですねとかもう枯渇しちゃったんですよ。そう私一人でできないからさ、はいはいはい、そうでもこうやってなんかバリで頑張ってる人を私も応援したいし、はい、なんかねこれがきっかけでなんかそういうお話が来たらめちゃめちゃ嬉しいし、うんうんうん、そうですね。そうだからね、やり続けていきたいんですよこれも。いや絶対やっぱり一人でできないことをね、そういろんな人に知ってもらえたらできるのはすごいことなんで、すごいね。じゃあ、どのぐらい必要なんですか今。どれぐらい必要なんですかね、うん、でもまずはオンラインの大学を作って、うん、ある程度形にしてから、まあ、認可とかもね、うん、あるので、うん、いろいろステップ踏まないといけないと思うんですけど、うん、最後はもうギャニャールとかその辺で、うん、オーシャンフロントで、うん、最高の環境で最高の教育を届けたいんですよ。すごい。夢はですよ、叶うかどうか分かんないですけど、うん、でも そういうところにギャニャールで、うんまあ、どこでもいいですけどやっぱり理想はもう超いい環境ですよね、うん、もう本当にうるさくないところ。そうね、はい、でそこでもうインドネシアの人も、うんまあ、なるべく安価で、うんまあ、いろんな勉強が IT のこととか、うんまあ、いろんな国グローバルな仕事の仕方とか、うん、いろんなことが実践的に学べる場所を作りたいですし、うん、あとはそのさっきの話じゃないですけど、うん、もう日本人とかももうみんなだらだら大学生活やってるじゃないですか。うん、もう僕もそうだったんですけど、うん、もうそんなだらだら飲み会とかなんか変なことばっかやってるんだったらもうバリで大学行った方がいいよって思うんですよ。うん、でそこで英語で、まあ、IT のこととかこう、ね、世界中の人とどうやって触れ合ったらいいかとか勉強したら、うん、結構
将来開けるじゃないですか。そうね、語学プラスね、うん、ね、将来絶対何何もう役立つこと。そうそうそう、なんか大学か、日本の大学行ってなんか何なのって話なんですよ。何なの本当本当。そうなんですよ。だからだったらで、ただハーバードだとか、うん、なんかこうオックスフォードとか、さすがにちょっと高すぎる。確かに確かに。本当にピラミッドの頂点の恵まれた人しか行けないんで、うんうん、だったらもうバリぐらいだったら別にね、その日本の大学にそこそこの金額払うのと同じか、うん、もしくはもうちょっと安いぐらいでも通える大学とかで作れると思うんで、うんうん、もうそこで寮生活させて。もうインドネシア人だとか、もうフィリピン人でもバングラ人でも何でもいいですけど、うん、いろんなグローバルの人と日本人が一つの場所で英語で勉強するみたいな、そういう場所を作りたいんですよ。いいね、はあ、もうそれやりましょう。ぜひお金ください。いやいや、お金くださいって。ライさん、お金持ったの？いや、そんな何十億ぐらい、何十億も持ってないでしょ。いや、でも何十億も持ってる知り合いはいっぱいいます。そうなんですか、はい、すごいっすね。はい、じゃあちょっと数億だけもらっていいですか。いや、でもね、そう、すごいいいことをやってるから全然出してくれるかもしれない、はい、いや、そうですよね、うん、本当にインドネシア、インドネシアでやっぱり、うん、まあなかなかこう教育の問題もそうですし、雇用を生み出せないとか、うん、いろんな問題が、ね、この国だと特有の問題がありますし、うん、日本は日本で人手不足とか、うんうん、やっぱりグローバル化が進まないとか、うんうん、いろんな課題があるんで、そのね、それぞれの課題をこううまくこう解決できるような、うん、それをやっぱりビジネスとかテクノロジーとか教育の力でこう解決していきたいっていうのが、まあ、僕が今進めていきたいことなんですよね。素晴らしいよね。ありがとうございます。そんな、そこまで考えて、なんかすごいな。いや、考えるのはただじゃないですよ。いやいやいや、それ別に実行はまだできて、ね、道半ばなんで。いや、なんとなく生きちゃってる人いるよ。なんとなく生きちゃってる人います。いや、毎日同じルーティンをこなしてさ、嫌、はいはい、だけど満員電車乗ってさみたいなさ、なんかね、いくらでもそうやってさ、ね、思い描けたり夢はさ、ね、うん、持てるのに、それすらもう諦めて、うんうんうん、もうルーティンこなしてる人ばっか。いや、そうですよ ね、 ね、そう、だからすごい、うん、もうなんか期待の星です、ね、期待の星、期待の星ですよ。期待の星すか。日本からバリに来て。いや、そうですね。だからもうバリだけじゃなくて、やっぱりこうインドネシア全体とか、うん、まあ、アテンド諸国全体に挑戦していきたい、ね、っていう。もうアジアだよね、思ってますね。アジア全域で、はい、エジプトもやってんだよ。エジプトがすごいな。もうすごいな。もう世界に挑戦したいですね。いやいや、もうかっこよくないですか皆さん。本当にこれで彼女がいないとかおかしいから。いや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 、本当も出ないですから。なんてだろうね。はい、私多分結婚しなかったら付き合うって言っちゃうと思う、すぐ。いや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 、本当本当狂ってるんで、やっぱりその仕事に狂ってるんで。そういう方がいいんだもん、私は。どうなんですか、うん、なんか夢中な人が好きなの。私も夢中になっちゃうタイプだから、はいはいはい、そう、自分のやりたいこととかに。だからお互いそうだと気が楽じゃん。もうそうなんですよ。だからあんまりこう構って構ってみたいな、分かる分かる分かる、されるともうなんかもう勘弁してくれみたいな感じになっちゃう。依存することがね、ダメだよね。そうなんですよ、ね、自立してて、はい、うん、あの自分に趣味があってちゃんと、うん、ね、それでお互いを尊重できるような方がいたら、そうですね、あの自分の夢とかコメント欄まで。なんでその婚活の YouTube になっちゃった。いやいや、全部全部幸せになってほしい。ああ、うん、まあそう、ね、全部を手に入れてほしい。全部を手に入れる、うん、だからやっぱ仕事命とかになっちゃうと、はい、なんかそっちがおろそかになっちゃったりする、なんかバランスが悪いじゃないですか、うん、だから全部手に入れてほしいなって思う。全部手に入れる。そう、はい、美女と。いや、できたらいいですけどね。夢も叶えてね。もうすごい、できるできるできる。はい、まあ、まだ諦めてない、ね、うん、できない。全部手に入れてください。頑張ります。ということで、はい、あの今ね、せっかく会社に来てるんで、はい、あの会社を案内してもらったりできますか。はい、しましょうか。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあちょっと案内 させてもらいます。はい、はい、ということでこちらが
メインオフィスですかね。メインオフィスですね、はい、すごくないですか皆さん。これこれ広角撮影じゃないんですよ通常でこの広さ。えここに何人ぐらいいるんですか今。ここにまあオフィスで働いてない人も、まあ、働いてないっていうかそのシフトみたいになってるんですけど、うん、まあ、全員来ると150-160人います、ね、すごい。結構自由な感じ。自由な感じねえ。まあ、なんかお菓子食べながらとか。お菓子は食べさせないです。ああ食べさせ、あれあお菓子じゃない、ティッシュだねあれは。で、はい、ここでは何をやってるんですか。ここで、まあ教育部隊と開発部隊が大きく分けるといるんですけど、うんうんうん、この辺は開発部隊なんで、うんうん、そのシステムを作る部隊ですね。へえ。うちの方は教育部隊なんで、うんうん、教材作ったりとか、うん、お客さんのカスタマーサポートしたりとか、うん、フランチャイズのオーナーさんの管理したりとか。すごい。そういうのです、ね、まだみんな若いですよね。え何歳ぐらいですか平均。平均23、4歳じゃないですか。若っ。3、4、5。ここの何だろう、そのお教室の生徒さんがこう就職したりもするんですか、はい、就職はまだしないですけど、うんうん、この前、うん、インターンシップでうちで13ぐらい13か14で 入学、うん、うちの塾入ってくれた子がインターンで、うん、あれ何歳だ16歳とか17歳で、うん、普通にうちの会社のシステム開発部門でプログラマーとしてインターンしてくれてたんで。16歳で、はい、すごくないですか。すごいね、はい、でも全然できちゃうんですよ別に。へー。コードにそんな年齢とか色とかないんで。そっか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 。別にそれが書ければいいっていう話なんですよね。確かに私の娘もコーディングの授業で学校でコーディングがあって、はい、なんかやってますよ。そう私はさっぱりわかんないけどそうなんですよね。なんか全然それでできちゃうんで。そっかそっか。そういう若い子が働いてますね。ねえ、すごいよね。インターンとかパートタイムでいっぱい働いてくれてるんで。すごい、うん、初めて見る景色バリで。あんまないですね。あんまってか、ここしえこんな大きいのあんの他に。ないですね。ないよね。これがやっぱこうバリだと賃貸でこういうオフィスってないじゃないですか。ない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 。うん、ないない。それがもうなくて、でじゃあ自分で作るしかねって言って作ったっ。ここどのぐらいかかったんですか。ここですか。総工費。うん、それはね、まあ、1本はいきますね。1本、はい、1本ですか。1本いきますね。1本、はい、そりゃいくよね。ここ何階建てですか。2階建てで。2階建てで、はい、15R なんです。 15R、 うわーすごい。場所はデンパサールですよ皆さん。すごいでしょう。はい、じゃあお次は。次はん、あ、食堂。食堂見たい見たい。食堂っていうほど別に食事を出してもらってます。すごいね。綺麗に作ってるよね。でもなんか本当バリじゃないみたいここですね、はい、あ、すごい。なんか小上がりになってて。そうですね、くつろげるスペース。ここは社員が休んだり、うんうん、まあ、ここで食事したり休憩したりする場所ですね、うんうんうん、あそこで作るんですか誰か。え、作るんですかキッチンで。そうですそうです。社員もまあちょっとなんていうんですか、そばを茹でたりとか。へえー、いい。なんか作ったりします。でお子さんもいるけど。そこから生徒です。あ、生徒ですね。ちっちゃい、あんなちっちゃい子が習ってんだね。そうですね。すごい。YouTube YouTube 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 すごい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 ですね。うちの生徒さん、ちっちゃ。ここは広場みたいな。
何をしてるんですかね。何をしてるんでしょう。今授業中なんですか。授業終わって多分休憩、多分お母さん迎えに来るのとか待ってるんだと思うんですけど、なんか ここは何ですか。これだからうちです。僕の家。あ、家、はい、家見たい。いいっすよ。うち行っちゃっていいですか。いいです。え、ここが家ってすごいね。そうなんですよ。いやいやいや、恥ずかしいです。汚い。ちょっとルームツアー。ルームツアー。すごいじゃん。え、嘘でしょ。いや、面白すぎるんだけど。面白いですか。ここは寝てる。じゃらーん。ここは寝室ですけど。ここで仕事してるんですか。ここでもまあ夜とか仕事したりもします。あの写真は何。あの写真は思い出の写真です、ね、すごい、もう色あせちゃって他当てないんで色あせちゃいました。すごいね、ここに住んでるなんて。そうなんです。ちょっと狂ってるって。いや便利すぎるでしょ。便利すぎる。キッチンそこだし。そうですね。この上上がると何。ここの上はゲストルームなんですけど。あ、ゲストルームあんの。はい、なんで泊まりたい人がいたらどうぞ。泊まれることもできんの。そうです。よいしょ。まあ、なんか友達とか来た時とか、うんうん、ただ今ここなんか撮影所みたいになってて。あ、本当だ。そのうちの動画コンテンツとか作ったりとか、うんうんうん、教材作ったりするときベッドもあるからね、はい、使ってますね。すごいね。そうなんです。 15R ですね。最高。ここもじゃあ、いいじゃん、閉めちゃうじゃん。閉めちゃう。彼女ができても。いや、彼女ができて住んでいいですね。彼女いないなんて信じらんないんだけど。そうなんです。これやってて、で今ここ、うん、ここにその今度次のプロジェクトで、うん、その日本語インドネシアの人に教えるっていうプロジェクトが始まるんですけど、うんうん、校舎が立つってこと。そこの校舎が、ここに学校がゼロから。ここは何 R ある。ここは 4-5R ですね。 4-5R で、はい。向こうは何なの。向こうは何なんですか、ね、違う人の敷地。ちょっとまたちっちゃい大学みたいなやつ。あ、そうなんだ。もうくっつけちゃえば。ねえ、野望はそうですね。ここいいよね、くっつけたらやっていきたいんですけど、うん、まあ、まずはお金ないんで。すごい。ここもいくらぐらいかかる予定なんですか。ここはね、ここは 0.5 本ぐらい。あ、 0.5 本。すごいな。じゃあ次はどこに案内してくれますか。次は、次はっていうほどそんな別にです。そんなないすごいな。ここに最初から住もうって思った、決めてたんですよね、作るときに。あ、そうですね。でもその前のオフィスの時から自分の家でやってたんで。あ、そっかそっか、はい、もうその自分の家からオフィスはつながってたいかったんですよ。いやー、つながりすぎだよね。つながりすぎっす。ここは何ですか。ここはゴミ捨て場。あ、洗濯機とか。あ、駐車場がある。すごいね。もうここからね、もっと大きくなって Google の本社っぽくなっちゃうかもしれないね。そうできたら、そうできたらまたバリログ出てくれますか、その時。もちろん。大社長さんの過ぎて、バリログなんて出ないよとか言わないでください。いや言わないです。ここいいね、小上がりでみんな寝れて、すごいいいいいいい。デザインとかは誰がしたんですか。デザインは僕がこうしたいっていうのを伝えて、うん、まあ、それでこっちで日本人のそのデザイナーの方にデザインしていただいて、うんうんうん、まあ、それ作りましたね。日本人の方なんですね。そうです。やっぱだから素敵だもん。はい、どこを見ても素敵、うん、で1階が教室になってるのかな。そうです。まあここもロンドンいる。いないです。こんな風にね。あ、そうです。チラリ、まあ、チラリって感じで、これから生徒さんが来る。はい、いいね。教室は1個。いや、教室いっぱいあります。いっぱいの？ちょっと、はい、何個くらいあるんですか。教室は
あ、ここもここも上も含めたら本当に10個ぐらい。すごい、10個もお部屋の、すごい。あの、これ、セテキッピーハッお出せなさいよ。YouTube ゲーム？ゲームプレイ、フィンガーフォルマー。マインクラフト。マインクラフトやってんの？すごいな。今こっちに貼って、あそこに何歳？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 わー、すだぶさるや。少人数制なんですか？そうですね、まあそんなに大人数でやっても効果がないんで、うん、マックス1人の先生で4人ぐらいにしてますね。ですよね、見切れないもんね、あんまり人数で。あとは何があるのかな？何もない。ここは駐車場になってて、ほらあ、もう帰る時間だね、ちびっこタイムは。バイバーイ。すごいな、いいな、こんなちっちゃい時から学べて。あとはこっちも教室。あ、ここの教室とあとトイレ。あ、トイレか。すごいな。2階に、2階、あ、向かいにあの、うん、あ、さっきのワルンがあります。あ、ワルン、え、ワルンもやってるんですか？ワルン、まあ、そうですね。そっか、みんなお食事するのに、なんていうんですか、購買部みたいな、社員の人が食べれるように。そうですね、すごいなぁ。ほい、まあ、ここがね、入り口なんですけどね、もう見てください、この大きさ伝わるかな、伝わる？あ、このお疲れ様です。え、全部すごい。ここら辺全部もうしちゃったらどうですか？くっつけて、みんな僕のこと知ってます。ねえ、社長、ここでお菓子とかも。そうですね。で、ここは何か。ここはまあコーヒー。あ、コーヒーとか。すごい。すごいね。どんどんあれじゃない？うん、広がっていくんじゃないですか。広がってて良くないですよね。え、手を広げすぎて。いや、いいじゃないですか。もうくっつけちゃえばいいんでね。さっきのところも。すごい。ここが本社です。すごいな。こんな大きい会社に。こっからさらに大きくなっていくからね。そう、できるように頑張らないといけないですね。ねえ。これ上に継ぎ足すとかできるんじゃないか。崩れそうじゃないですか。5階建てとか。できるんだって言われたんですけど、バリできないじゃないですか。あ、そうそう、ヤシの木より高いとダメなんですよね。そう、その辺がやっぱ日本から見るとなんでなんていうところなんですけど、バリはできないんで。なんか神様の領域らしいですよ、家は。そういうような考え方なんですか。そうだから、やっぱほら神様住んでたじゃん、はい、この島に、はい、で、ヤシの木より上は神様のスペースみたいな。そういう考え方だったんです。僕、まあ、景観を保つために決めてることだと思ってたんですけど。そう、なんかそういうのも聞いたことがある。いや、正しいかどうかわかんないですけど。あ、チャンネルにはバリ6なのに、うん、バリ6なのに、
バリューが。そう、チャンネル登録してね。チャンネル。楽しくは YouTube が。YouTube と TikTok。YouTube。おお、YouTube の好きみたい。あ、そうなんだ。ショート見ないのみんな。バケ YouTube ショートあとヤンパンじゃん。やなとにゃ YouTube ヤンペンでかとヤンパンじゃん。パンじゃん。オーバンじゃん。元のパ。元のパ。かわいい。映りたいんすね。ね、なんかこっちの人って映りたがるからいいですよね。日本だとほらもうぼかし入れないといけないじゃん。そこら中に。恥ずかしいじゃん。ね、なんか映しちゃいけないらしいですよ。だからディズニーランドとか、はい、全部こうぼかさないといけないみたいな。なるほどね、パークに来てる人、はい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 、でここが入り口、入り口、すごいな、すごいよ、何回言っただろうか今日は。会社の名前がタイムドアって言って、ここがね、日本っぽいでしょ、時の扉っていう感じ、あ、時の扉、はい、時の扉開いちゃったよみたいな。でここね、ロビーがちょろっとあって、そんな感じです。そうで、ここに行くとさっきのところにね、そうです、オフィスに行くというね、あ、なんか全部つながりましたね、はい、そう、つながりましたよ。最後エンディング撮るんでちょっといいですか。あ、エンディングここで撮るんです、はい、そうそう、わかりました。あちらに移動、 あ、すいません、すいません、なんでまゆみさんは映ってくんないですか。いや、私映んなくて良くないですか。いやいやいや、なんかどんな人が取材してんだろうとかみんな気になんないですか。それはあの見に来てくれるんですよ。あ、間違っちゃった。あ、それはあえてミステリーにしといて見に来いと。いや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 、私が気になったら見に来いっていう、そう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 、そういう仕掛けってことですか。そういう仕掛け、あ、持ってようかな、はい、そう、そういう仕掛けっていうかね、あの声だけ聞いてこう想像してるんですよ、みんな。どんな美人が、いやいやいや、違う違う。で、なんかそう、会いに来てくれる方結構いますよ。そう、今なんかサヌールにいるんですけどとかって急に DM 来て、はい、で、え、誰ですかみたいな。そうすると、え、バリロクをいつも見てますみたいに言われて、そう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 、いるんすね。そうなんですよ、ちょっと一回止めますね、はい、はい、ということで皆さんどうでしたか。あの会社すごかったんじゃないですか。もちろんびっくりですよ、あんなね、すごい、でもこの投資してくれた方がいらっしゃるんですよね。そうですね、エンジェルインベスターというか、まあ、今もずっとこう一緒に仕事をしながらこう助けてくれてる人がいるんで、まあ、トモさんも ね、そのうちの一人ですし、いろんな方に助けていただいてます。すごいよ、本当みんなね、そう、協力のもとね、はい、なんか結構みんな夢を叶えるのに自分で必死で頑張っちゃう人多いんですよ。だけどなんかいろんな人の力を借りてやった方がいいですよね。人生はそんなに長くないですからね、うん、ね、あっという間に過ぎちゃうからね、やろうと思った時にこうやって公表して、夢を公表して、はい、誰かお願いしますって。そうそうそう、もうさらけ出しても自分は実力というか力がもう足りてないんで、そうそうそう、ね、助けてくださいっていう、もうそういう感じですね、もう今は、ね、うん、なのでもしあのこれを見て、あ、投資したいっていう方はぜひ下にね、あの会社のリンクとかね、はい、貼らさせていただくので、はい、ぜひそちらまでお知らせなのにご連絡ください。はい、ぜひお願いします。はい、でこのバリロクっていうのは、はい、バリのね、いいところとこう良くないところを皆さんに聞いてるんですけども。そうですね、はい、え、バリのいいところと良くないところ、そう、なんかここはなっていうところと、なんかネガティブポジティブみたいなの両方聞いてるんですけど、はいはいはい、はい、どうですかね。そうですね、いい方先に言うと、うん、まあ、さっきもちょっとお話ししましたけど、うん、人がもう最高にいいので、うんうん、まあ、さっきの、ね、子供たちも含めなんですけど、うん、僕からするとやっぱりこう一歩外に出たら日本なんてもう敵じゃないですけど、うん、なんかこう、
冷たいじゃないですか。いや、なんか知らない人に挨拶しちゃいけないらしいですよ。うん、なんか、ね、隣の家の子供に話しかけたらちょみたいな感じになってきてるじゃないですか。そうやっぱそういう世の中ってもう最悪だなと思って、なんかやっぱりそういうところにでも染まってた、東京で育てた、でそれをやっぱりこうそれの大切さに気づかせてくれたのがやっぱりコパリでの生活なんで、やっぱりそういう人の温かさとか、そのさっきのその助け合う心とか、やっぱりその辺はこうバリで、再度その学ばせていただいたことなんで、もうそこはずっと大事にしてやっていきたいなっていうのは思ってますね。はい、で悪いところ、そう、悪いところも別にまあないんですけど、なんすかね、まあ強いて言うなら、レジが遅い。遅い。もう僕せっかちなんで、もう早くしてくれって、もう頼むから、もう手伝うから早くしてくれっていうのは、申し訳ないですけど、やっぱこうせっかち日本人としてはめっちゃ遅いですよ。そうですね。皆さん、もうそこはね、やっぱバリに来る前にもう覚悟するしかないですよ。本当に覚悟してください。あの、並んでてもゆっくりですか。そうですね。急ぐってことをしないんで。そうですよね。それはね、イライラする。今日もスーパーでイライラしてました。私あ、してました。そう、でもバリだからと思って交換はするんだけどさ、そうね。あとはないですか、住んでみてここがとか。ここが嫌だとかですか。いや、もちろんね、最初はゴキビル出るだとか、シロアリ出るだ、ヘビ出るだで、ちょっとおーってなりましたけども、それはもう長く住んだら別に慣れるし、慣れるんだよね。別にどうとも思わないですけどね。だから、そんな嫌なところもないですけど、まあ、でもなんか、まあ、10年やったんで、僕も一生懸命10年やったんで、本当にバリの良さも分かったし、でもバリってこう、やっぱ閉じられた、社会でもあるので、やっぱりこう視野がこうバリバリってなっちゃう部分もあるんで、そこはなんか、一そのビジネスパーソンとか、挑戦するものとして、やっぱりバリもこう飛び越えていかないといけないっていうふうに思ってるんで、そうですね。だからこうフィリピン行ったりエジプト行ったり、いろんなことをしながら自分の視野も広げて、挑戦する範囲もバリ超えていきたいなっていうのは、まあ、普段から心がけてるんですね。ねえ、これからますますね、楽しみですね。いやー、そうですね、どこまでいけるかっていう、ね、これあのバリロクって、この1回で終わりじゃなくて、本当ストーリー、この今後のストーリーを追っていくっていうチャンネルでもあるんですよ。そうなんだ。そんな追ってってます。そう、だからマリちゃんとかもう4回。あ、そうなんすか。そう、ライフステージで、あの出産とかさ、あとそのね、起業をしたとか、このライフステージでなんか大きな出来事があった節目で撮影をさせてもらってて。なるほど。そう。じゃあ結婚しないといけないじゃないですか。いや、絶対私あのウェディングケーキ作るんで。ウェディングケーキ作るんだ。いや、絶対いるって。いやいやいや、もうちょっとその話、今日なんかその話ばっかりになっちゃってて、いや、若干でもなんかもったいないよね。なんかいや子供は興味ないですか。いやだから昔はもう全く興味なかったですよ。本当にもう女とか子供なんてもうそんな、なんかふぬけたこと言ってんじゃねえみたいな、仕事だみたいな、もう超ワーカーホリックな人間なんですよ。でもやっぱこの教育授業やってから、はい子供とこうさっきの触れ合うじゃないですか、可愛いじゃないですか。可愛いよ。そこはやっぱりちょっと人生観変わりましたよね。いつか自分の子供を持ってみるのもなんかやれたらいいのかなって思うように、やっぱ変わりましたね、考え方が。いやいや、絶対全部を手に入れてほしいな。全部を手に入れよう。そんな、なんか、いや、なんかそんなキャラでもないんですけど、パーフェクトにね。いや、もう血管だらけ。こんなパーフェクトな人いるみたいな。血管だらけですよ。いや、大体ほら、お金持ちでもなんかね、私生活はなんかさ、楽しくなさそうな人もいっぱいいるしさ、なんかね、そうですね、全部楽しい方がいいなと思って、ね。そうですね。仕事もいいけど。はい、ということで、今日はあのね、ゆたかさんのプライベートまで、あんなことやこんなことまで聞いちゃいましたけど。ちょっと恥ずかしいですね、これは。でも大丈夫、みんな知りたいことだから。知りたいですか、こんな。いや、知りたいでしょ。こんな知らないおっさんがシングルだとかって知りたい。いや、知りたいな、なんで売れ残ってんですか。売り残って売り出
してないからね、まず。そうですね。そう、売り出してなかったんですよ、今まで。そう。こうやってね、あの、隠されてるんですよ、いい人っていうのは。でも今日発表しちゃったんで。はい、売れ残りです。殺到しますよ。そういう、そういうチャンネル。そういうチャンネルじゃないんだけど。そうなんですけどね。そうなっちゃいました。はい。ということで、じゃあ最後になんか、あの、このチャンネルを見てる皆さんに一言なんかあれば。はい、そうですね、あの、こんな売れ残った僕にも売り出してない、まあそれはちょっと冗談なんですけど、本当にあの、まあ今まで10年間バリで挑戦させていただいて、まあできたこともできなかったこともあるんですけど、まあできたことの方がやっぱり思い出に残ってるので、うん、まあこれ見ていただいた方にまたどんどん挑戦していただきたいなって思いますし、まあなんか一緒にできることとか、僕もいろんな夢があるので、本当にいろんな人の夢も応援したいですし、僕の夢を応援してくれる人も、まあ、出てきてくれたら嬉しいと思うので、まあ、また何か興味があればぜひご連絡いただければ嬉しいです。本当です、はい、本当です。皆さんでね、なんかもっとなんか日本人ってすごい力を持ってるはずだからね。すごいっすよ、ね、やっぱ、ね、やっぱだってあんな国ないじゃない、他を見たらさ、はい、レジの速さといいさ、そうね、すごいですか、やっぱり日本は。すごい接客、あんな接客すごいのに、なんかチップももらわないで、はい、すごくないですか、それ。すごいですね。ね、日本すごいです。だから、もう本当これからね、日本の若者がね、どんどん世界に出て、なんか活躍して、はい、なんか日本復活してほしいですよね。いや、もう間違いないですね。今ちょっとなんかこうね、うん、下り気味なんで今。いやー、そうですね。これを見てね、ぜひあの、ね、大学はじゃあそこの大学行こうとか思ったらぜひ連絡してください。はい、で今日はこの辺で、はい、大丈夫ですか。もう十分です。十分、もう恥ずかしいです。なんか言い忘れたこととかないですね。もう完璧です。はい、でこのチャンネルはあの、はい、笑っていいと思うみたいに、もしお友達がいたら、はい、紹介してもらう痛いので、このチャンネルね、出れる方がいたら、はい、少ないですけどね、そうぜひあの教えてください、いたら、はい、わかりました。はい、ということで今回は豊かさんにインタビューさせていただきました。ありがとうございます。皆さん、はい、チャンネル登録もお願いします。はい、はい、Dare yo, I tell you, look, it's a good thing,